シコルスキー S-58 アメリカ陸軍の S-58 シコルスキー S-58 はアメリカ合衆国の航空機メーカーシコルスキーエアクラフト社が開発したヘリコプターシコルスキー S-55 の機体を大型化しエンジン出力も増大して実用性を高めた機体である日本をはじめ世界各国へ輸出イギリスやフランスでも生産が行われることで 全世界で2261機が製造されるベストセラー機種となった。S-58 は同社の社内故障であるが、販売にもこの名称を使用していた。S-55 の対戦障害機型である 44S の航続力や搭載能力の不足を指摘したアメリカ海軍からの開発要求を受けて、1952年から開発が始まった。 試作機は1954年に初飛行、海軍によって HSS-1 と名付けられ、1955年に配備が開始された。S-55 同様、空冷性型レシプロエンジンを後ろ斜め上向きにして機種に搭載し、出力軸が機内を斜めに貫く独特の配置であった。しかし胴体は再設計されて、 キャビン容積が拡大し、エンジン出力も強化されたことに伴いローターの枚数が増えトランスミッションも一新された。これによって搭載量は大幅に増加し、十分な対戦機器を装備することができ、対戦機器を備えなければ輸送機として多くの人員や荷物を積むことができた。しかし、それでも対戦機器と武装を同時に搭載することはできず、 ソナーを装備した探知用の機体と爆雷や魚雷を装備した攻撃用の機体がペアを組み、駆逐艦とセットで対戦戦闘を行った。アメリカ陸軍の S-58 海軍での採用に続いて、アメリカ海兵隊やアメリカ空軍にも導入された。陸軍沿岸警備隊でも高い実用性を評価され、輸送機や救難機として採用された。 陸軍での愛称直当は北米インディアンの部族名にちなむ。また、HSS-1 2 c バット、HUS-1 に c ホースの愛称を用いていた。1962年に米軍統一命名基準が定められたため、空軍が付与していた H-34 が陶器の正式名称となり、対戦唱会機が SH-34、多用途機が Uh-34 輸送機が Ch-34 となった。ベトナム戦争にも参加し、後継機陸軍では uh-1 などが配備されると1980年代初めに引退した。ウェストランドウェセックスイギリスのウェストランド社がウェセックスと名付けてライセンス生産していたが、エンジンをターボシャフトエンジンの単発あるいは総発とし、 電子装備を英国製に変更するなどの改良を行い、独自に輸出も行っている。イギリス海軍で対戦ヘリとして採用されただけでなく、海兵隊を支援する輸送ヘリコプターとしても使用された。空軍でも救難ヘリコプターとして採用された。これらはフォークランド紛争にも参加し、2003年まで現役であった。 海上自衛隊の HSS-1N 日本では、1957年に海上自衛隊が対戦唱会機 HSS-1 として採用したことから、三菱重工業が1958年から5年間に20機をノックダウン生産した。海上自衛隊では、昭和33から36年度に発揮機の HSS-1 が収益した。 海上自衛隊にとって本格的な対戦ヘリコプターで対戦ヘリコプター部隊の一を築いたといえる。HSS-1N は HSS-1 にドップラーレーダー、電波高度計、自動ホバリング装置等を追加した全天候型で昭和36、37年度に合計9機が収益した。夜間でもソナーディッピングが可能な画期的な機体であった。 1975年3月、前期除籍。このうちの1機は、海上保安庁に移管され、南極観測船、宗谷に搭載されて、昭和基地との間をピストン輸送することで、越冬観測を支え、世界に先駆け局地探検でのヘリの実用性を証明した。なお、宗谷は日本で初めてヘリコプターを運用した船でも、ある。なお、アメリカが、 名称変更した後も日本では HSS-1 の名称を使い続けた。自己フランスの機体はアルジェリア戦争でイスラエルの機体は第三次中東戦争で実戦投入された。アメリカ軍の中国機や民間型を導入した中南米や東南アジア諸国では延命措置を施した上で21世紀に入っても現役で使用されている。 ウェストランド製造アメリカ軍で後半に用いられていたため、1960年代の米軍を描いた作品には実機が登場する。ありがとうございます。